OK はいワトーうんその人にね早めに教えてあげた方がいいと思うよ生活保もしその多分生活保護を受けてるってことは別の家を借りてるはずなんだけどもしそこに住んでないんだったらもうあのちゃんと役所に早めに言わないとバレたら動くよ下手したら逮捕あるよ そうじゃなくて、知らなかったっていうことを言って、早めに役所に行って、生活保護を取り下げた方がいいと思うよ。より戻すって言って。だ取り返しつかないよ、本当刑務所行って。ずるずる行くから、うん。あの、お金十何万,万手に入るわけじゃん。八万円ぐらいお小遣いあるから、主婦だと癖ついちゃうから。はい、行くとてんワード2。はるみちゃんワード2。ラグなくなったでしょ大丈夫。結構軽めにしちゃうんだけど、どうかな。 これでも、もしラグるようだったら結構やばいんだけど。もう一回、5秒カウントで手上げお願いします。5、4、3、2、1。手上げお願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、 17、18,19、20、21,22,23,24,25,25秒やば何これ ?25 秒めくらさんは10秒ぐらいだったけど、やべえなそれでも30秒あんの。え、なんだろうこれ結構やばいね。 な,なんだろうな。こんなにラグないはずなんだけど。やっぱあれかな。配信者が多いからかな。多分ね、サーバーが混んでるのが原因だと思うんだよね。俺の予想。こんなにひどいんだ。ちょっとやばいね。意味がわからない。何が何の意味がわかんないの気にしすぎうん。俺全然気にしてないけど、リスナーさんがね、やっぱ気にする人が結構多いから。まあいいか。このままやろう。 今日はしょうがないよ。はるみちゃん何が意味がわかんないの何かあったどうしたんだろうどうしたここでラグが違う。それそうでしょだって受信するアップロードしてる速度はあれ重たいんだけどみんなが受け取ってる環境が違うからサーバー経由して。 そう生放送っていうのも回線速度が違うからそれはしょうがないよやっぱスマホは遅いの遅いよ CPU が低いからまあ低スペックのパソコンで見てるのと一緒だよねうんそれはしょうがないそう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 上りと下りのいやそれも計算入れてるよなんでかっていうと大体いいタイムラグって5秒ぐらいなんですよ普通のそれでも25秒5倍でしょだいぶ遅いっすね手挙げてあ あれはタイムラグって言って、俺とリスナーさんのやりとりで、どれくらいのタイムラグがあるかを調べてるんですよ。簡単に言うと、話題とかテンポを調整してんの。俺がなんかの話をして、リアクションが来るまでに25秒かかるってこと。あ、手挙げてっていうのは、のってみんな書いてるの。のっていうのが手あげるって意味。インターネットを呼ぶ手あげるっていうのは、のって書くって意味。これ手挙げてる、シュッて手上げてるマークに似てるでしょ。カタカナでのって。 そういう感じだよ。うん。それと一緒。あれうん。PC と携帯で試したけど、携帯は結構ラがあるよ。それはしょうがないね。うん。それはしょうがないよ。 まあ、本題に戻りますか？教えてあげた。ありがとう。うん。 ななななんんんでるだろうな意味が分かんないな何秒の時ああ、5秒カウントダウンしたら手上げてって言ったタイミング。まあいいや。<laughs> 大丈夫大丈夫。わかんなくていいよ。はるみさん大丈夫、うん。多分ね、これはね、生放送を相当見てないと意味がわからないと思うから。ニコ生のアプリより楽はだいぶマシニコ生は結構ひどいよね。うん 布団に入って見てるからスマホやけどタブレットも同じ。そう。タブレットとスマホは同じだと思っていい。なんでかというとアプリを使ってるから。うん。アプリを使ってるからさ。うん。姉 <laughs> ちゃん、花火ありがとう。私も初心者時代手挙げてってこの人何言ってるんだろうな。ネットなのにやばい人だなって思ってました。ああこれは技術的な問題だからね。 逆に狂うとほど手を上げさせるんですよ。<laughs> 姉ちゃん花火ありがとう。姉ちゃんから花火いただきました。ありがとうございます。<laughs> 姉ちゃんにはね、何回もお世話になってるからね。古いよ、姉ちゃんは。ちゅ和道さん、うちの顔見えてるの。顔 <laughs> やべえ、やべえリスナーいるな。<laughs> あのさ、な、<laughs> えー <laughs> 俺がさ、リスナーさ、何人いると思ってんの今46人いるんだよ。俺が46人全員の顔見えてると思うの見えてるとしたらどういう仕組みで見えてるやばいな、それ。はい。姉ちゃんからダンベルいただきました。かわいいな、はるみちゃん。ありがとうございます。いきます。1、2、3、4、5、6。ありがとう。 無限のエコーになってる。え無限エコーって何 ?P2P の技術も入ってたら人によってさらにラグチャ P2P は入ってないんじゃないかな今 P2P 使ってんのスカイプとかじゃないのどうなんだろう生放送で P2P 使う、スマホに P2P 対応させるって多分やらないと思うけどな。うん 画面のの前でで手を挙げるわけではないのか <laughs> みんな画面の前で手を挙げてたのこうやって <laughs> やばいねフォローしたみんなの顔見れてる見れてるわけねえだろうがよ <laughs> 見れてたとしたらやばいアプリだわそれ顔は見えてないよはるみさんこのユキのサムネイルだけ見えてるうん生放送にも使えるよサーバーの負担減らせるからまあ技術的には使えると思うけどあの何、ー、だろう うん、使えるは使えるけれども、うん、使わないと思うよっていう感じかな。<laughs> わかんないけど。うん、まあ、サーバーの負荷は減るかもしれないけど、うん、使うか ?P2P、うん。だって、その P2P に長けたプログラマーとかが今いないでしょ多分。そっち系の技術者って。 P2P って結構古い仕組みだからうんどうなんだろうピアトゥーピアだっけ P2P で生放送といえばキーホール TV <laughs> トマベツ先生ねスライムと和ドさんの顔見れてる真顔ハワイでしょスライム、うん、僕は悪いスライムじゃないよ仲間に入れてよ僕を仲間に入れてよ わどさーんって僕悪いスライムじゃうるさいわ、うん、<coughs> キーホール TV ってまだあんの、うん、どうなんだ 何食べよっかなうまいもん食いてあのね結構食べ配信で超興味あるのそばうまいのとかいいね魚とそばと山菜ととかもうなんかおっさんだから昔は唐揚げがあったら何でもいいと思ってたの何でもご飯何杯でもいけると思ってたけどもう唐揚げ好きだよ好きだけどねやっぱ刺身とかの方がうまいね スライムグッズ100以上持ってたすごいね。<laughs> 俺、ホイミン結構好きだよ。ホイミンか、キャワワって。ホイミン、キャワワ悪いスライムじゃないよって。<laughs> 可愛くないホイミン。<laughs> これいいよね、うん。ホイミン大好き。 ホイミってたくさん生殖器ついてる。生殖器ではないでしょ、これ。<laughs> どんだけ卑猥なモンスターだよ。これ全部生殖器なの。やばいな。触 <laughs> 手と言ってあげて、触手と。いやらしいわ。でも、このうちのどれか一本がチンコの可能性はあるよな。確かに言われてみたら。じゃないと繁殖できないもんな。 このどれか一本がチンコなわけですよ可能性大だよ祈祷スライム <laughs> 昔愛媛で道後と 島に行ったたの見てたよ道後道後昔愛媛で道後と島に行ってたの見てたよ道後道後って何だろううん恋みって生殖期で何ピーできるのかなわかんない30超えると ボタンに蕎麦に興味出ちゃう人多いよね俺はもううどん派だったのにむしろうどんとかそばがあんまり好きじゃなかったのなんだこいつらぐらいにしか思ってなかったんだけど、まあ、食うならざるうどんって決めてたのねだから天丼あのなんだ天丼ばっかり食ってたんですよ天ぷらとか天丼とか親子丼とかそばやのうまいじゃんタレがうまいからだけどあのねそのランチですっごいなんだっけなチェーン店なんだね高田屋ってわかる 高田屋の蕎麦食ったことある人いるランチタイム。めちゃめちゃうまいんだよね、高田屋の蕎麦。高田屋で合ってるかな知ってる新,新宿御苑で高田屋のね、ランチを食ってんだけど、高いんだけどね。高田屋。蕎麦屋。ごまのね、蕎麦。合ってるかな高田屋で。北前蕎麦高田屋。ごま蕎麦。これだ高田屋 高田屋のね、蕎麦をね、ランチに食うの、えっ、ー、とね、ランチ、それでもね、900いくら ?980 円とかすんのかなうまいんだよな、ここ、蕎麦。居酒屋なのかな、ここ。何なんだろう。お品書き。高田屋、よく行くんですよ。昼時に。うまいんだよな。そば蕎麦っていいね。食べたことない。細胞分裂なんだ。 次のステージが何て読むんだこれ次のステージがそば食べに地方へあだから俺がそのステージかその次のステージがそば打ち教室自分で打つんだ富士そばのそばはうまくないよ富士そばはうまいよリーズナブルでただ富士そばのそばは別にうまくない高田屋のそばうまいよ愛媛に食べ配信してたしてたただ道後っていう言葉がわかんないんだけど道後とって何 道後っていう単語が頭の中にないから道後って何っていう愛媛で島に行ったのは見てたけど道後って何だ道後って誰道跡んて読むんだろううざい彼女と付き合っていて別れたいんだけど別れを切り出すと自殺未遂をしたり家の前でずっと待ってたり会社に電話してきたりこんなこと別れるのはどうやったらええんやろうかあのね <laughs> うん、あうざい彼女と付き合ってたよ。っていうか俺そうなるの分かってて付き合ったとしか思えないんだよな苦闘点が。で好きだそれが最初は好きだったんだけどだんだん嫌いになってきたわけでしょ。あまあメーヘラちゃんのわけだ。でもう別れたいと。いやもう別れ,る別れて。 警察にちゃんと通報するっていうのが正しいやっぱやり方だと思うけどなもう君とは別れるよってしっかり言って家に来ないでって言ってそれでも家に来たら警察だようんうん道後温泉ああはいはいそういう意味か分かった分かった愛媛で道後と島に行った日本語がねマス戸さんの分かりづらくて道後温泉と愛媛を行ったってことねで鹿島に行ったってことねああス戸さん古いリスナーだね うん、やったやった。道後温泉ね。いや、道後っていう人間、だからなんか俺アスペだから本当に日本語がわかんないのよ。普通だったらわかるじゃん、このコメント。愛媛に行って道後温泉も行ってるから。だから、俺の頭の中だと、昔、はい、俺の昔ねって。愛媛で、愛媛県っていう、もう俺は絵が見えてんの。で、道後と島に行ったの見てたよて島には行ったけど、道後って誰道後と、 道っっって何って何なっちゃうの俺普通の人がこれ分かるだろっていう感覚あると思うんだよ。アスペってこれ分かんないの。要は文脈をそのまま受け取るからだから昔愛媛で島に行ったの見てたよって言われたら分かるんだけどこの訳の分かんない単語が入ると全部パニック起こしちゃうの。何道うって言って。これが俺のアスペルガーってやつね。普通、最初は普通やったんよ。やっぱ通報かな。まあそうだろうね。 うん、それが彼女のためでもあると思うよ。うん、いや金じゃダメだと思うそれは。うん。激、うん、レキ見て2をたってそば屋やたら並んでたけどうまいの。わかんない行ったことない。俺ちなみにそのそばにはまったのは最近だから。話し合いで円満に解決はしないんだよ。うん要はねもうその子は好きすぎるんだよ。で句読点は正直言うともう好きじゃないんだよ。 正直。うん。で、それはかわいそうとかいろいろあると思うけど、もうしょうがないじゃん。好きじゃないんだから。それはしょうがないよ。まあ男としてどうとか言う人もいるだろうけど。うん。どうごすみませんだよ。うん。どうごごめんなさいだよ。うん。別れ上手は出世上手。あのね、 別れるときは、俺、ちなみに言うとね、自分から別れ切り出したことないから、全部振られてるから、あの、実はこのアドバイス下手なんですよ。僕は女の子を振ったことがないのね。告白されたこともなければ振ったこともないんですよ。全部振られてるから、<laughs> 振られるまで、振られるまでクズだから、うん。俺ね、だから自分から女の子振ったことってほんと一回もないね。だから俺にね、あの、アドバイスを求めるのはダメだと思うけど、うん 俺あんま人のこと嫌いになるってないんだよ。好きになった人が嫌いになるってあんまないね。嫌われることはあるけど。うんだから好き。好きでもない人っていうか嫌いになるような人と付き合ったことがない。俺、振ったことない女の子。だいたい浮気されるか、自然消滅か、あの、もう二度と会いたくないって言われる。はっきり言われる。 ワンコそば200万いや俺はあんまそういうの好きじゃない普通に食いたいうまいものは世俗的なものはよく分かりません <laughs> ちょっと面白いなこのキャラ <laughs> 話し合いで円満に進む問題じゃないと思うよ話し合いで済むんだったらさあのそうならないって、うん、ていうかね男と女ってぶっちゃけ人間としてのステージがあるんだよこれ俺本当にそう思ってて 差別でもなんでももないよ要はね程度の低い女程度の低い男くっつくんだよで程度の高い男程度の低い女とか程度の高い女ステージの低い女ステージの低い男噛かみ合わないよどっちのパターンも要はねできる女はできる男と付き合うべきだしあのできる男はできる女と付き合うしそうねバランス崩れたらダメよ、うん、パートナー選びってすごい重要だよ たくさん食べたいけどね <laughs>。だけどさ、一週間で売り上げ2万だよ <laughs>。これ食ってけんのかってレベルだからね。おにぎりコンビニで買えるかどうかだから、家賃払って。わかるでしょ、これ。これ、差別で言ってるわけでも、人間を差別してるわけでも、格差をつけてるわけでも何でもなくて、あの、あるんだよ。人間って。ランクが。あるの。これはね、しょうがないことだから。わかるでしょ。 うん、彼女母親が亡くなってから性格変わったみたいになった。多分ね、メーヘラになっちゃったんだよ。うん。話し合いできない必須って。うんだからそれをケアしてあげようと思わないわけじゃん。もう愛情がなくなってるわけでしょ。いいんだよ、それは。もうしょうがないことだから、九頭点にとって。それが、どうこうじゃないから。そういう時期なんだよ。ランクはあるよ、人間の。うん。 人間にはランクがある、うん、だから男と女はなるようになるから一番いい人とくっつくからぴったしカンカンの人と、うん、そんなことよりもねまだ句読点はましだよ俺はね一番問題だと思ってんの童貞が多すぎるんだよ30歳過ぎた年齢で今日本人の童貞って半分なんだよ やばいぞ俺俺よりも年上の男の半分が童貞なんだよ。そ,そ,れその問題に比べたら、ね、彼女と別れるにはどうしたらいいってもう立派ですよ。うん、でもねこれ面白いのが処女はいないんだよ。だから女はセックスできてるんだけど一部の男が女がダブってるだけなんだよ。うん 俺も最近ロリコンだったのに突然何の変哲もない近所のおばちゃんに欲情してしまった。人間の趣味は突然変わるんだ俺は、あの、昔から変わらないで、あの、ロリ、ロリータではないの。本当のロリコンっていうのは若い子が好きなことをロリコンっていうのよ。で、俺はロリータじゃないと。ロリ顔。要は童顔のおばちゃんが大好きなの、昔から。もう、あの、いるじゃん。子供っぽい顔したお姉さんとかが大好きなの。 ロリコンではない、うん。それはない。うん。ふわっちって課金早いの FC2 みたいに日数かかるの。ええー、と、ペックスっていうのは手数料50円かかるの、振込手数料。で、一回10万円までなんだけど、だいたい体感で言ったら5分。アカウントさえ持ってれば、楽天銀行とペックスっていうサイト持ってたら、振込手数料50円引かれて、だいたい5分以内に終わる。お金欲しいとにカチャカチャカチャってやって、コンビニ歩いてる間にもう振り込まれてる。 うん、マジマジ30歳以上で30歳以上だよ30歳でじゃないの30歳の時点で50%だったらまだ分かるぞ違うの30歳以上の全日本人の人口の50%が童貞かなうん諸女もいるらしいいや諸女はいるけどその50%じゃないでしょううん、うん 58歳のおばさんに欲情した。俺だって彼女48歳だよ。え、47だよ。ノンタンってわかる俺の彼女。わかるかなヤバゾウさんが最近のリスナーだから俺の彼女見たことないかもしんないけど。俺の彼女、47だから俺の15個上だよ。うん。うん。知らない多分ツイッターとかに写真載ってるよ。インスタグラムとか。見てくれば。 俺の彼女、パートナーは、あの、47歳。うん。全然、俺は年齢関係ないと思ってるから、恋愛に。うん。童貞に戻りたい。あー、でもね、なんだろうね、童貞ねああでもな。難しいよな。いや、ど、うんなんだろう、青春だよね。青春っていうのは失っちゃいけないものを失う儀式だから。エッチめんどくさい。 お和堂のタイプブリッコのおばさん。えー、俺を赤ちゃんにしてくれる女。ああ、合ってるね。うん。ブリッコのおばちゃんではないけど、それ、のんたん怒るよね、いっん。ブリッコではないけど、なんかね、あの、ろれつがもたるような喋り方をする女性は好きだよ。のんたんの声めちゃめちゃかわいいのよ。なんかもう、なんかこう、なんだろう、舌、舌が足りない感じ。ノんタんかわいいよね。 うん、だから俺でもね年取ってきた時にあのね15歳の時に言われたセリフ今でも覚えてて「鈴木京香の良さ分かんねえだろうお前は」って言われたの15歳の時に職場の人に「お前には鈴木京香の魅力分かんねえだろう」って言われて「いや分かんないっすね」っつって「何すか?」って「鈴木京香まあ綺麗な人だなと思いますけど全然分かんないっすね」みたいな感じだけどまあ今。 今、鈴木評価やっぱいいもんね。な <laughs> んだろうって、鈴木京香ってすごいいいじゃんってわかるこれ。これ男の人だったらわかる。こういうことでしょ俺ね、この話、ヤバゾンはわかるって言うと思うのよ。これはわかるはずなんだよ。鈴木評価いいよねっていう。うん、そういうことだと思うよ。うん、真面目に中出し OK なの。 俺はノンタンと仲出ししかしてないけど、あんまプライベートなことを質問するのはよくないと思うよ。あんまりセックスのことってさ、ほら、パートナーがいる場合っていうのは、その、パートナーのプライバシーの侵害になるからね。彼氏を赤ちゃんにしてくれる彼女っていいね、惹かれるわ。だって俺あれだもん、風呂入ってずーっと裸になって立ってるから、ね <laughs> うん 体洗って、頭洗って、拭いて、パンツ履かせるまでもう何にもしないから。うん、浴場修行とか、うん、老婆に浴場する自分もいそうで怖い。あ、でも全然ありだと思うよ、うん。まあ、その、なんだろう、10歳の女の子に勃起するよりも全然健全だと思うけど。俺はね。全然健全だよ。うん、じゃあ皆さんそろそろおやすみなさい。 え先ほど花火をしてくれた人を紹介します。えー、今日のスポンサーさんです。この番組のスポンサーさんは、えー、花火をしてくれた姉ちゃん。先ほどの枠も姉ちゃんが花火してくれました。姉ちゃん、ありがとう。皆さんおやすみなさい。また明日。フォローしてくれた人、ありがとうね。おやすみ。和藤さんの発言。いや、でも <laughs>、わかるよ。わかるけど、誤解するからフォローを入れたの。ノンタンが姉ちゃんに対して何なのってならないように。 いや、分かってるよってフォローを入れたの、今。うん、若い時から鈴木うか好きだな。いや、どうなのうん、まあ、鈴木うかは可愛いよ。おつおつ。石田、そういうこと石田ゆり子だよ。もう石田ゆり子超可愛いじゃん。そう、そういうことだよ、くとうて。え、わからないのか。バカだな、こいつ。石田ゆり子わかんないんだよ。ガキだよ、ガキ。うん。石田ゆり子いいじゃん。あんなに可愛いおばさんいないよ。なゆきとかさ。 ゆきとか今でも可愛いと思うも、うん。なあー、くとうてん、ダメ。男としてレベルが低い。<laughs> お前にはまだ早い。お前には、京花も、ゆりこも、のんたんもまだ早い。ゆ <laughs> きも、全部早い。ガキは、ガキはね、そういう恋愛してなさい。若い子と付き合ってればいいんだよ。めんどくさい恋愛してなさい。<laughs> はい、おやすみ。お疲れ。 お前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもん <laughs>